セナ・ナイムシナ最終種目の跳馬1回目です。まあ、彼女はあの塚原跳びの伸身を跳ぶと思うんですよね。伸身の塚原跳び着地が決まりましたね。そうですね、割といい出来をしたと思います。はい、ご覧のように着地も安定しています。そうですね、わずかに後ろに流れたんですが、はい、これはそんなに問題にはなりませんね。ナイムシナは 9.75 以上ですね。 9.75 以上でザハロワを抜きます。さあ1回目何点が出ますか。得点を待ちます。ナイムシナ、あ、本当にこの人はあのこちらでも可愛らしくてですね、そうですね、ジェウーシカ、可愛い娘さんっていうんですかね、はあ、そういうふうに言われていますが、あと得点は 9.50 です。そうですね、やっぱりあの後半の、まあ、大きさといいますかね、それがもう一つ不足したという評価だと思います。ナイムシナ2回目にかけます。これが最後のチャンスです。スピードが上がって、これも伸身の塚原跳び。そうですね、あの1回目よりはあのいい出来だったと思いますね。高さはどうでしょうか。高さと、飛距離ですね、これもよく出ましたね。それからあの足の開きの姿勢の欠点も1回目よりはなかったということで、1回目よりはいい得点が出ると思います。得点が待たれます。ソビエトの上位陣、ナショナルチームをかけました3回のチャンス、その最初の大きな大会モスクワニュース杯。まあ、こうなってきますとですね、あ、今得点が出ました。